ラトモチャンネル。かすみニッツ、はい、始まりました。かすみニッツです。はい、まずですね、体調をちょっと崩してまして、盛大にいろいろお仕事お休みいただいたりとか、各ご方面にご迷惑をおかけしまして本当にすみませんでした。はい、今はですね、ちょっとまあ完治したほどでもないのかな、まあまだ鼻声だし、まあそんな感じなので早く治したいなとは思ってます。はい、あとはですね、20日、先週12月20日私の誕生日だったんですが、皆さんメッセージとか LINE プレゼントとか LINE ギフトか LINE ギフトとか Amazon のねギフトとかいろいろいただきましてありがとうございました。で、私は誕生日にあんまりいい思い出がないというかそんなね、自分の誕生日って、まあ、結構ちょっと苦手だったりするんですけど、皆様のおかげでいい誕生日を過ごすことができました。ありがとうございます。ね、今日も手持ちなのですごいカメラを持ってが痛くてブレブレですいません。まあ28歳になってしまいました。なんていうことでしょうか。はい、あとはなんだろうね、明日で2022年が終わりですね。皆様何かやり残したことはないですか。皆様大掃除は終わりましたでしょうか。はい、私は2022年ちょっといろいろありすぎて記憶にないっていうのが、お手が痛い正直なところでございます。本当は2022年中に売り子をねちょっとやりたかったんですけど、まあやろうとしてた日がねちょっと自然に体調崩してしまいましてできなかったって感じですかね。なので来年こそは売り子できるかなとは思うんですけどね、どうだろう、私の売り子いるかなとかもちろん思いつつ、まあできたらやりたいなとは思ってます。はい、ということで2022年から始まったかすみニッツでしたが、来年はちょっといろいろ思考も変えてやってみたいなとは思っていますので、来年もかすみに、鼻がつぶってる、かすみニッツをどうぞよろしくお願いします。はい、明日で終わっちゃうなんて早いね。ということで皆様2022年ありがとうございました。2023年じゃない2023年もよろしくお願いします。バイバイ。